はようございます。知らないところで自分のことが掲載されていたりすることがあります。先日所用で東慶寺を訪れると、和尚から老子が載っていますよと言って一冊の冊子を頂戴しました。その冊子というのは経学というもので、安岡正弘先生の実践的人間学に学ぶ同人誌なのであります。安岡正弘先生というと政財界の著名人などが師と仰いだ方であります。昨年円覚寺の夏季講座にお越しいただいた安岡貞子先生はそのお孫さんにあたります。多くの政治家や財界人の精神的指導者と称せられるのが安岡先生であります。その高名な先生の人間学を学ぶ同人誌に、紀州熊野の鉄工所に生まれた私ごときがその紙面を汚すとは恐れ多いと思いました。村上信夫先生が私のことを書いて載せてくださっていたのです。今年4月から東京湯島の臨床院で開かれるようになった村上先生の次世代継承塾のことについて書かれていました。何せ私はその次世代継承塾の第1回のゲストに招かれたのでした。経学に書かれている記事のタイトルは言葉の引き出しで、サブタイトルに記憶は執着を生むと書かれています。記憶は執着を生むというのはどういうことかというと、村上先生は次のように書かれています。鎌倉でお気に入りの場所を聞いた。すると行くところ行くところが好きな場所との答え、とりわけここが好きだというと好きでない嫌いなところができてしまうというのだ。会った人をみんな好きになる性格だから恋愛ができない。それでとうとう一人身で来たのかなと笑いを誘う。愛読書も好きな音楽も特定できないのだそうだ。何かにこだわることは執着につながる。そこはさすが禅僧だと感じる。記憶は執着を生む。記憶は時として妨げになる。記憶がなければその時を新鮮に生きられる。瞬間を生きることができる。その時その場を楽しむことができる。こう言われてみると、記憶が薄れることもあながち悪いことではないと思えてくる。記憶していなければならないとこだわりを捨てると爽快だと書いてくれてます。そして紙面の終わりには、横田南嶺さんの引き出しはそれこそ充実している。前後だけでなく自分の腑に落ちた言葉を毎日オンライン配信している。言葉のおふく分けをしている。使うことで言葉は生き生きしてくると書いてくださっていて恐縮しました。安岡先生の同人誌に掲載してもらえて村上先生に感謝します。それから日本公演新聞の社説にも私の名前が載っていました。日本公演新聞は6月13日号に大きく取り上げてもらったのでした。今回は7月4日号の社説に水谷守人さんが書いてくれているのです。この社説には考えさせられるところがあります。題は否定は案外人生の隠し味になるというのです。書き出しがここ3年ほどで除菌殺菌の習慣がすっかり定着してしまった感があるという一文です。確かに新型コロナウイルス感染症の蔓延によって除菌殺菌が一層強調されました。どこに行ってもまず手の消毒、家に帰ったらうがい手洗いの励行であります。私など今までは雑菌と共同して暮らすという考えで手などろくに洗わずに過ごしていましたが、さすがに今回のコロナ禍で手を洗うようになったものです。社説にも1日何回手の消毒をしているのだろうかとこう書かれています。まさにその通りであります。
水谷さんは人間の生活空間をすべて無菌状態にして大丈夫なのか。除菌の習慣化で人間は病原菌に対する免疫力を低下させ虚弱になってしまうのではないかと危惧されています。そしてこの無菌状態について、生まれてこの方、親から否定されることもなく、失敗も挫折もなく、周囲に悪友もいない状態とでも言えようか。そんな環境で育った人のことを免疫がないと医学用語を使って言ったりもすると書かれています。そんな文脈で、無菌との対極にあるように思えるとして私が登場するのであります。臨済宗円覚寺派館長の横田南礼さんは、修行宗秀さんとの対談本「風の彼方へ PHP」の中で禅の否定の哲学について語っているが、これが何とも無菌と対極にあるように思える。禅の修行は徹底して自分を否定するところから始まります。人間は無であり空であるという教えです、と言い、世間で役に立つことを否定するのが座禅です。座ることは活動の否定です。役に立たないことを修行として精進するところに最終的価値を見出しています、というと書いてくださっていました。そして自己否定の連続によって、私も少しは人の役に立てる人間になったのではないかとこの頃は感じています、と横田館長は言うのである、とこう書かれています。確かに今振り返っても否定否定の連続でありました。先代の館長様には30年お仕えしましたが、毎回お目にかかると否定また否定で、肯定されたことは一度もありませんでした。いつ伺っても不愉快な顔をなさって、お叱りか小言か皮肉を頂戴するだけでした。そして修行先生の言葉も紹介してくれています。横田さんの言葉を受けて対談相手の修行さんは言う。世の中毒がないと良くなりません。免疫はばい菌が入らなかったら強くならない。精神的な毒は不合理なこと。これが人間を成長させるのです、というのであります。無菌状態よりもいろんな菌に揉まれて、時には毒を食らって人は強くなってゆく一面もあります。しかしながらやはり隠し味程度がいいのであって、ご飯にかけるふりかけみたいに浴びせられるとたまりません。それでは今日も姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足で床をしっかり踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチをどすっとこの お尻を浮かせていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。その時にはお腹の底の空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から自然と新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。